さんなあ、俺のせいで遊ばせよ。指下げなさい。下がってください。いや、入ったか。ああ、分かったか。入ったか。まあ、オーディションの続きでやろうや。樋口、ぶっ殺しやがるな。近藤君、君は勘違いしてるけど、お前が今まで戦ってきたの素人だからな。ほら、お前、今ここでやったのか。かっこいい。もう続きやったらかっこいい。下げなさい。はい、チャンネルですか。え、そうそうです。あ、よろしくお願いします。じゃあ、ちょっと楽しみにしてますね。はい、あの樋口くん、会見でなんか毎回乱闘が起きるんですよ。おとなしくしようとは思うんですけど、やっぱ感情入っちゃって、ちょっと。そうそう。まあでも、試合楽しみにしてます。明日、MMA ルールですよね。そうですね。ありがとうございます。はい、いえいえ。ちょっと楽しみにしてます。よろしくお願いします。はい、やっぱりブレイキングダウンで、強い選手を倒すのが一番早いんじゃないかと思って、あのポーランドの刺客選手を指名させていただきました。自分が持ってる格闘技センスで切り込んでいきたいと思います。まあ、あの安井君は強い人なんですけど、まあ、ベストワードは取りたいですね。あの僕の中ではうちらの試合が次メインの試合だと思ってるんで、まあ、皆さんまばたきしないように、まあ、ボクシング VS 柔道、昔のプライドをちょっとみんなね、あの思い出してもらいたいなというふうに思いますので、あの安井君プレゼンします。ブスどうでしょう、ポランドさん。まあもう楽しみですね。楽しみですか。はい、10年ぶりの MMA なんで。あ、そうか、もともとやってたんですもんね。そうですね。はい、安井君強いっすよ。知ってますよ。シュシュシュって決めてくるんで。まあ、強くなかったらあんまりね、やる意味ないんで。そうですね。あのそこはちょっとワクワクしてますな。まあ、ベストバウト狙ってるんで。ね、MMA でもそういう激しい攻防そうです、ね、っていうのを見せてほしいですね。そうなんですよ。今までの試合だとちょっとまあ、しょっぱい試合多かったじゃないですか。だからそのイメージをちょっと安井君と変えたいなっていうふうに思ってるんで、ポーランドの暴力を楽しみにしててください。いやー楽しみです。はい、楽しみにしてます。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがこれでください。下がってください。ジョリー君、ちょっとインタビューですか。もんびれましたけど。はい、あいつ舐めてるっすね。あいつ舐めてるわ。何があった。喧嘩売ってくるくせに、俺構えても全然構えんし。おいってやって、ペンぐらいやってくれたら思いっきり切ったの。なるほど。まあまあ、ここまで来たら、明日の試合で。はい、でも、ね、そうっすね、強いっすからね、慶之介選手。いやいや。弱いっす。弱いっす。弱くはないっす。穴だらけっす。穴だらけっす。穴だらけっす。勝つ自信しかないっす。おしっかりじゃ あの対策も立てれて。そうっすね。練習もできてっていう感じですか。はい。向こうはキングじゃないですか。はい、まあ、俺はジョリーで、ジェイで、ジョーカーなんですよ。ジョーカーキング対ジョーカー。はい。俺が慶之介に勝ったら、ジョーカーってキングにもなれるじゃないですか。確かに。でも俺こんだけ煽って、負けたら、ただ笑い物にされるピエロになるんですよ。ピエロにならないでくださいね、じゃあ。はい、ありがとうございます。じゃあ楽しみにしてます。これ、今までメディアで5回ぐらい言ったんですけど、笑ってくれたの解散だった。俺何でも笑うんで。じゃあ、明日、はい、頑張ります。楽しみにしてます。よし、頑張ろうくん。よし、どうよ。はい、ついに明日だね。はい、全然そうですね。もう勝ち負け気にせずもう行きます。勝ち負け気にして。勝ってくれ、勝ってくれ、はい、まあ全然勝ちます。勝ってくれ、うん、もう特攻で行きます。うん、しっかり勝ってくれ。はい、まあでも普通にやったら勝つと思う。もうそうですね。レベルがだってだいぶ上がってるからね、はい、前回より。俺もちょっと最近ちょっと俺強いなと思って。いやでもね、そう、はい、満身はしたら。あ、そうです、ね、まあでも自信持つの大事だから本当に。はい、明日はもう思いっきり行きます。そして気持ちよく行きます。アメリカにね。はい。OKOK。 はい、サクッと倒して、はい、アメリカに修行に行こう。行きます。よし、ありがとうございます。 OK。